北高速ワイズファクトリーのアンドライドのお時間になっております。今日も飲み動画になっておりまして、特にネタないんだよな。はい、今日もお付き合いいただきます。 P さんです。お疲れ様です。まあびっくりしたんですけど、今日 P さんが飲めないとまさかのまさかの僕のあのトイメンでね、いちご&ミルクみたいなもの飲んでる。爆笑。まあまあお仕事の絡みなんでね、しょうがないです。はい、申し訳ございません。ちょっと今日はPさん目線でカメラ設置していました。P さんのポジショニングで皆さんも飲みに付き合っていただく感じで見ていただくといいかなと思いますね。はい、でまあちょっとね、ここのところ飲みのお話で、そうですよ、P さん。はい、ここんとこ、はい、飲みでしくじってる方多いじゃないですか。うん、ですね、僕もね、ちょっとかみさんとかね、まあ、女房子供なんかが、まあ、僕が飲むのをね、よしとしないわけですよ。あんま飲みすぎんなよとかってちょいちょい怒られるし、昨日なんか火曜日の定休日とかね、はい、まあ、せめて定休日なんか飲むなよと。あ、だからまあ僕もそんなほらピーさんも知ってると思うけど、はい、特別そんなのべつ幕なし飲むタイプじゃないから、まあね、家じゃほとんど飲まないし、でお店で飲んでるとこだけ切り取るから、うん、すげえアル中みたいに見えてるかもしれない。もう毎日もう飲んでるんだぞと。そんなわけじゃないじゃん。うん、そうですそうです。そしたらね、かみさんがね、なんかいやいやいや飲んでるよ結構と、うん、うん、いやいや。そんなでもないって P さんに聞いてみって言ったら、うんうん、いやいや飲んでるとかって言って、はいはい、その飲んでる飲んでないでスタモンダになったわけです。はははははで今日の朝ね、はちょっとかみさんがそんなスタモンダしてる時に急に怖い顔になって僕に言うわけですよ。はお前もメンバーにしてやろうかいや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 、メンバーにはしたくない、メンバーにはされたくないなって、してやろうかって別にそれね、ねしてやろうかしてやろうかという、うん、になってなるもんじゃないからね。どういうことをやらかすのかなって、ちょっといやだから あーって苦笑いしながら僕今日ね仕事場来たんですけど、メンバーにされた、メンバーね、まあだからまあ、何を言いたいかというと、ね、お酒の飲み過ぎはお互いにねきっちりしろと、もうね、カメラの前の皆さん、やらかさないように気をつけていただきたいというオープニングでした。そうですね、はい、P さん、なんか今日なんかネタありますか。いや メンバーの話ね。あ、その話でいく、うん、そうですね、もうしょうがない、もうその面白ネタというかね、あれですから、メンバー、なるほどですね、 あれどうですかね、メンバー、なんかテレビ見てると違和感しかないけどね。ちょっと僕は個人的にはもうテレビで報道されてる内容が全てが気持ち悪いなみたいな、はいはいはい、とかありますけど、でもね、僕と P さんはほら子育てやってて同じ世代のほら年頃の女の子いるしね、今回のやり玉に上がった女の子、ね、はい、います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 、うん、まあ、P さん的にはどうなの、誰が悪くてどうこれからどうしていけばいいのみたいなことって、これはだから一番悪いのはやっぱメンバーでしょ。いや、メンバーよ、うんうん、これはもう、なんだろう、100% 悪いわけですから。それはもうだから子育てしてる親からしたら ね誰が悪いわけでもないですよ。俺なんかもうマウントポジションからね、はい、これはもう関節決めまくり、これはもうメンバーが悪いです。そういうことだよね、ただテレビ見てるとさ、なんかこう、そのね、夜にこう、娘が言ったことに対するこう親のしつけ論とか、もういい加減高校生ぐらいになりゃそんなところへね、のこのこ行くのもどうなのみたいなことなんかも言われるじゃない。それはそれでちょっと切り離してほしいんだけどね。そこはね。うん、うん、そうですね。それ後の話。そうまず何が悪いのって、メンバー電話で呼んだんでしょ。もうアウトじゃん。ダメです。しかもだってさ、仕事で共演してて年齢とかも分かってての上じゃないの？いや、でしょうね。ねえ、はい、それ電話で呼びつけてさ、ベロベロでさ、でもまあ申し訳ないけど、本当上場酌量の余地もなけりゃね、俺も言い訳なんかも聞かないもん。ないです。いや、だからほら、でしょう、そのメンバーがね、その無謹慎、無期延期でしたっけ？はいはい、無期延期、延期じゃ、無期延期じゃねえや。無期限で、無期限、出入り禁止？出入り禁止。ね、無期限でになったでしょ。俺あれ見てもね、すげえ違和感だったの。なんでだと、うん、そのメンバーの所属してる会社、うん、あ、即解雇っていうのが、それは違うだろうと。そうなんだ、うん、
いや、まあ、そこはね、俺的にはもうちょっとこう様子見てもらってもね、そんな即かっていうこともないんだけど、まあ、ただ本人がね、ああやって謝ってる意思がね、ことで認めてるわけなので、そうですそうです、だからまず、もうそうなったら俺もあんまりああいうニュースって全部鵜呑みをしないタイプなんだけど、本人がああ言ってる以上、うん、あ、電話で呼び出したのが間違いないんであれば、うん、全く擁護はできないなということで ね、うん、あとはなんかちょっとわけわかんないのがさ、彼を擁護するような意見ではないのかもしれないけど、うん、なんかハニートラップだったんじゃねえかとかさ、うわ出た、もしかしたらちょっと年齢のことわからないでとかさ、だって仕事で共演してんだから年齢のこと知らないわけない、うん、結局そんな都市伝説をね語る輩が出てくるわけでしょ、ね、やっぱりね、ハニートラップ、なげないわ、ハニートラップって自分ではめようとしてるやつを自分で電話で呼んでるっていう、これ相当、それメンバーバカよ、元のまぬけやんね、うん、だからハニートラップだったとしてもメンバーが悪いよ、うん、そうダメです、うん、これね誰かに仕掛けられたとしてもこれダメです、うんでね、またそこで娘の不貞をどうのとか親御さんの引けがって言うけど、うん、いやいや、それはね、それで後で、まあ、教育論として語るのはいいけど、今回のことはもうきっちり分けないとダメ、そう、ダメです、うんうん、それはそれ、これはこれですから、うん、で、なんかね、いい加減いい年の高校生ぐらいの女の子なんだから分かるだろうがみたいなこと言う意見もあるんだけど、うん、俺はそれは乗っかれないの、ね、そうですね、だから未成年者は保護するっていうふうになってるんだ、うん、もう日本の法律でね決まってるわけですよ、どこまで、ね、保護すりゃいいんだよって、いやそろそろね17、8ってなりゃ、できる子もいりゃできない子もいるよって、ね、でもできる子はいい加減自分で分かんないよとかって、いやいやそういうことじゃないでしょ、うん、未成年者は保護するって言ってたから、俺が前々から言ってるけどね、子供なんて近所で育てんだよって、うん、大人が目に入ってさ、叱るとか叱るって知らないおじさんに怒られるで育てていくんだよって言ってる、うん、俺がさ、うん、でもね、そんな大人なんか信用できねえよとかってなっちゃうと、うん、もう俺の根底が覆されるの で、ね、違う、まず大人の責任がある、そうそうそう、で大人は子供をきちんと見る目ね、愛があるんだったら、じゃあ子供っていうのは何歳までよって言ったら、まあね、19まではちゃんと面倒見るんだってなってんだから、ね、その通り、ほらもうダメだよ、もうそれはもう全て大人の責任ですよ、うん、そうですね、うん、だからあんまトンチンカンなことね言ったらね、うん、もう収拾つかなくなっちゃいますから本当に、うんうん、だからこの場合のなんだっけ、これはいいかな、財務省のね、うん、お偉いさんが、はいはいはい、あれもあったでしょ、あれははめられたんだよとか、うん、ね、うん、まああんな高級官僚がですね、うん、要はまあだからいいお姉さんがやってることだったらあれじゃない の、うん、ねえ、そうなんですよね、だってあんなのだってさ